はい、どうもめチャンネルです。本日はですね、11月28日となっておりまして、明日11月29日はですね、毎月29日キュンの日ということで、 ANA さんのですね、キュンの日の29日となっております。そしてね、今回は久しぶりにというかね、かなり、キュンとするね、内容となっております。なんといってもですね、12月1日 ANA さんはね、創業70周年を迎えて、そのね、日頃ご愛顧いただいているお客様にですね、感謝の気持ちを込めて11月の ANA キュンをね、取り行うということでございまして、今回はね、本当内容がすごいなということで、まあ前回ですね、アイアドの YouTube チャンネルの方でもね、もう先立って速報ベースでご紹介させていただきましたけれども、本日はですね、まあ明日日付が変わって11月29日の0時からね、開始するといったことになりますので、皆さんワールドカップでね、いろいろ忙しかったりもすると思いますけど、まあリマインドの気持ちも込めてですね、今回動画に撮らせていただいていこうかなというふうに思っております。ということで、早速ね、内容入っていきたいなというふうに思いますけども、今回ね、初めて私の動画をご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報など発信させていただいております。ぜひね、情報の見逃しがないようにチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、早速内容入っていきましょう。行きましょう。はい、ということでですね、こちらが ANA のですね、ホームページの方にやってまいりました。ANA にキュン、11月29日は思いっきりキュン、70周年の感謝をあなたにということでですね、はい、毎月29日は ANA にキュン、12月1日 ANA は創業70周年を迎えます。これまで ANA をご愛顧いただいてきたお客様へ感謝の気持ちを込めて、11月の ANA にキュンは11月の29日から12月1日の3日間、開催となりますので、29日で終わりということではありません。まあ、ただですね、これからご紹介させていただく内容につきましてはですね、便に限りがあったりしますので、まあ、やっぱりね、早いもん順というところもありますので、皆さんね、もう正座待機していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちら、ANA 創業70周年を記念して、ということで、カミングスーンですけども、ね、日付が変わった11月の29日の0時から、12月の1日木曜日23時59分までとなっております。で、その内容ですね。はい。目玉商品はその1、その2はね、もうめっちゃ気になります。その1がですね、1月の5日、年明け2023年1月の5日から2月28日登場のですね、ANA スーパーバリューセールが実施されます。なんと対象がね、日本国内全国のですね、2023年1月5日から2月の28日まで全てね、片道運賃が7000円にね、なるということなんです。これはすごい。はい。まあ、ただね、対象便名 ANA4301 から ANA4400 を除きますということでね、一部7000以下の運賃設定もありますよということになっております。はい。で、こちらがね、詳細になってます。今ね、お伝えした通りの概要となってますけど、対象路線なんですけど、すごいことになってます。この通りですね、バーっとな出てますけども、見てください。この PDF、1393ページあるんですよ。なので、まあ、ほぼほぼね、対象になってる路線なんじゃないかなっていうふうに思いますので、全部はもう見ません。もう皆さん、11月29日になったら行きたい便、行こうとしてる便ですね、ぜひ、検索していただいて、7000円の便あるかどうかね、確認していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、ただしですね、気をつけていただきたいのがですね、あくまでこれ ANA スーパーバリューセールとなりますので、まあ、年明けね、もうプレミアムポイント2倍はね、年内で終了となりますので、プレミアムポイントはね、早々に切りされる方っていうのは、ちょっとは落ち着くんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、それでもね、どのくらい貯まるのか気になるところだと思いますけれども、こちらのですね、ANA スーパーバリューセールで取っていただいた片道運賃7000円のものにつきましては、運賃がね、カテゴリー8となりますので、積算がですね、50% というふうになりますので、まあ、プレミアムポイントについてはね、もう本当に、スズメの涙程度、まあ、多少ね、入ってくる程度っていうことなんですけども、完全にね、これ移動でね、安く移動していただくことをね、主軸として考えていただいて、予約を取っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、チェックしてみてください。そしてね、その2、2月登場まで対象、ANA ホノルル路線スーパーバリューということでですね、はい、出ておりますけども、この対象路線、ハワイホノルル路線、これね、個人的にはめっちゃ気になります。登場期間が2022年11月の29日から2023年2月28日までとなってまして、まあ、エコノミークラスのみがね、対象となりますけれども、ハワイホノルル路線がスーパーバリューセールで、いかほどまでね、価格を落としてご提供していただけるのかがめっちゃ楽しみです。はい。2月もね、まあ、多少不安定な、ね、天気っていうこともありますけども、全然ね、過ごしやすい時期だと思いますので、私個人的には2月でもね、
非常におすすめじゃないかなというふうに思っております。個人的なね希望で言うと、ジップエアさんみたいにね3万5000円とか4万円ぐらいで行けたりすると激アツだなというふうに思いますけど、まあ ANA さんのことですし、燃油サーチャージのことも考えると、燃油サーチャージ込みでですね7万円とか8万円とか結局かかっちゃうのかななんていう気はしてますけど、まあこれはね非常に気になるところですので、11月の29日になったらですね、まあどのくらいなのかっていうのはちょっとね見ていきたいなというふうに思います。はい。でそれ以降ですね、その3 ANA トラベラーズホテル、 ANA 日給特別ホテルプラン、その4 ANA トラベラーズダイナミックパッケージ、 ANA 日給それ以降もありますので、パンパーンとね見ていきたいなというふうに思います。はい。まずね、ANA トラベラーズホテル、ANA に旧特別ホテルプランでございますが、まあ、こういったね、ツアーが出てきますよということで、概要ね、入っております。そしてね、続いてですね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージ、ANA に旧、国内クーポンということでね、予約から出発までの流れということでね、記載がありますけど、これもね、国内のツアーが、どれだけのね、料金でね、ご提供していただけるのが非常に気になるところでございます。はい、そしてね、その後でございます。ANA トラベラーズダイナミックパッケージ ANA にキュン海外クーポン&オプショナルツアーの割引プランがね、発表されるということになりますので、これもね、どんな内容が出てくるのかっていうのはもう11月29日にならないと、わからないといったところでございます。はい。待ち遠しいですね。はい、で、その他ですね、ふるさと納税であったりとかですね、はい、遊び体験ゴルフ、ANA の金特別プランがあったり、ANA のね、ショッピング、A スタイルの方のショッピングで1000円クーポンがあったりとかね、まあ、そんなようなキャンペーンがね、行われております。はい。こういったね、ANA ブルーハンガーツアーのね、ご招待キャンペーンなどもあります。はい。まあ、開催はね、1月の21日ということでね、11時から12時半の予定となってますけど、キャンペーンの参加登録がですね、こちらも11月の29日から12月1日までということになってまして、対象となるお客様はですね、下記応募資格を満たした日本地区在住の ANA マイレージクラブ会員のお客様ということでですね、保安上の理由により小学生以上の方が対象となります。なのでね、まあ、ちょっとレイ君とか連れて行きたいんですけど、残念なことに、対象外ということになっておりますので、ちょっとね、残念。小学生になったら応募してみたいなというふうに思っております。はい。ということでね、まあ簡単にですけど、ボーンとね、ご説明させていただきました。まあやっぱりね、こちらの1月5日から2月の28日搭乗分の ANA スーパーバリューセール、片道運賃が7000円となっているところとかですね、その2、2月搭乗まで対象のハワイホノルル路線のスーパーバリューセールですね。ここら辺はもう要チェック。必須でね、チェックしていただくのがいいんじゃないかなと思います。私はもう必ずチェックしたいなと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、なんとなく情報とかね、皆さんご覧になってご存知の方も多分いらっしゃると思いますけども、本日日付が変わったですね、11月29日の0時から、スタートとなります。ぜひね、1月の5日から2月の28日搭乗分が対象となります。ANA スーパーバリューセール全国が対象でね、片道7000円から、移動していただくことができるということになっておりますので、まあ、先日私の動画の方でもですね、ご紹介させていただきましたけれども、年明け後もですね、全国旅行支援も、延長のね、今、兆しが出てきております。まあ、割引率はね、ちょっと変更はあるものの、まあ、そういったものと組み合わせてですね、お得に、有意義にね、旅行を楽しまれてはいかがでしょうか。まあ、あとはね、ハワイ便がいくらぐらいになるのかっていうのは、本当にね、気になるところでございます。はい。ということでですね、特別なですね、新たな情報ということで動画を撮ってるわけではありませんけども、まあ、本日、本当にね、11月29日、日付が変わってから、めちゃめちゃ楽しみだなっていうふうに思いまして、まあ、私自身のリマインド、あと皆様のね、リマインドがてな、動画に撮らせていただいております。今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。ぜひね、情報の見逃しがないように、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回ね、次の動画でお会いしましょう。